はい、どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、ブルーアイズ紹介していきたいと思います。ブルーアイズなんですけど、僕この前出したばっかじゃないですか。にもかかわらず、なんでまたブルーアイズ出してんねんっていう風にまあ思われる方もいると思うんですけど、ちょっと今回やばいカードを、見つけまして、そちら持ってきました。そのカードは今ここに出ている、これ偉大なるダブルキャスターって、まあ、今まで全然使われてなかったじゃないですか。でなんで使われてなかったかっていうと、実は、召喚条件と効果を満たす条件がめっちゃ難かったんよ。まず召喚条件としては、こいつは効果モンスター以外のモンスター ×2 なんですよ。まあ確かに効果モンスターで、要は通常モンスターだね、ブルーアイズとか、こいつらを2体使えば出せるんですけど、攻撃力0なんですよ、ここ。だから出したところでみたいな感じだったんだよね、偉大なるダブルキャスターって。じゃあこいつの攻撃力なんで0なんかっていうと、1の効果、このカードの攻撃力はこのカードの融合素材とした儀式融合シンクロエクシズリンクの元々の攻撃力分アップする。つまりデッキの中に入っている通常モンスターを素材にしても攻撃力上がんないんだけど、エクストラデッキの中にある通常モンスター、つまりこのデッキだったらブルーアイズアルティメットドラゴンだね、こいつを素材にすればその分攻撃力が上がります。つまり、4500打点の偉大なるダブルキャスターっていうのが出てくるわけです。もうこの時点でちょっとやばいじゃん。で4500の高打点モンスターってだけでもやばいんだけど、この2の効果見てほしい。2番、このカードは直接攻撃できる。やばない？5手1でさ、ダブルキャスターポーンって出てきてさ、で4500でさ、思いっきり直接攻撃してくるんですよ。霊竜とかオルタナとかで盤面荒らした後に、ダブルキャスタードーンって出てきて、思いっきり顔面殴ってくるの反則じゃね、これ。強ない。偉大なるダブルキャスターさ、めっちゃ強くて、これを入れました。で、一応3の効果も強くて、戦闘効果で破壊された場合、墓地か除外ゾーンから通常モンスター1体出せるんですよ。特殊召喚できるんですよ。だから、除外ゾーンとかにあるブルーアイズを、特殊召喚できるんだけど、これ別に、自分の効果で破壊されても出てくるんだよね。だから、狡猾とか、そんなんで巻き込んでも大丈夫です。で、じゃあこいつどうやって出すねんっていうと、魔法使い族なんですよ。偶然にも。魔法使い族っていうのは、マジカライズフュージョンっていうカードがあって、これは、フィールド墓地から魔法使い族の融合モンスターの素材を除外して融合召喚できるんですよ。だから、ダブルキャスターを出そうと思えば、まず例えばですけど、ブルーアイズ召喚するでしょ？で、ブルーアイズ召喚して、で、スキル使ってアルティメットドラゴンを墓地に送るでしょ。そしたらブルーアイズとアルティメットドラゴン揃うじゃん。ね、マジカライズフュージョン持ってたらそのままドーンってこいつ出てくるの。さすがに強かった。なんかさ、ブルーアイズってさ、今までさ、ターン3とかの、まあ、ティアリストの解説でも話したんだけど、だ押し切る力っていうのがちょっと俺は足りないなって思ってたんだよね。で、それは、まあ、後続が手札によっては続かないっていう風な問題だったりだとか、まあ、やっぱり罠1枚でちょっと打点が、足りなくて行かれるだったりだとか、そういうのとかあったんだけど、まあ、ダブルキャスター入れることによって、マジカライズフュージョンを引いていれば、例えば、前盤面のモンスター、ディンギルスとかに変えて、1枚踏みに行って、で、処理した後にマジカライズフュージョン打てば、そのままダブルキャスター出るんで、もう打点は4500打点のダイレクトアタックってもう足りてますよね。ライフポイント増強アルファとか根性じゃない限り足りてるので、それでもう GG っていう風になったのが、まあ非常にブルーアイズのちょっと弱かったところ、別に弱点とは言わないけれども、ちょっと弱かったところを補完していて、個人的にはめちゃくちゃいいカードかなと思いました。ただ先行ターン1でいきなり出したいカードかっていうわけじゃないから、マジカライズフュージョンは3じゃなくて2にしてる。で、デッキ枚数29でちょっと気になるかもしれないんだけど、これ30まで上げると、ちょっと初動率が俺は気になるんだよね。本当は28にしたいんだけど。でもさ、初動がなかったとしてもさ、狡猾引いてたら OK じゃねって思って。一応。で、一応、その初動がある時の狡猾めちゃくちゃ強いし、まあまあまあ、もう妥協点かなって思って一応29にしたけど、正直これは俺の感覚なんで、皆さんでご自由に変えていただければいいんじゃないかなと思います。
じゃあ、実際の回し方っていうか、どんな感じのダブルキャスター強いんだっていうところをですね、ちょっとリプレイ解説やっていきたいと思います。リプレイ3つ持ってきてて、一応いろんなパターンのやつは準備してるかなと思うんだけれども、まあちょっといろいろ話していきたいなと思います。相手はまずはじめは戦火だったかな。こっちがブルーアイズで、あ、ミラーじゃないんだーと思ってました。で、ハンドとしてはこれ。これね、だから29にして、狡猾持ってるから、これ初動だったら事故だね。っていう風な感じです。で、相手も相手でそんな強いハンドじゃないんだけど、こうビンゴマシン5、5を使って、相手がここを効果使ってきました。開いてきました。まあ別にって感じ。で、霊竜サーチできたんで OK。まあ相手目線にね、ビンゴマシン5、5止めづらいよね。で、霊竜出して、後ろ潰しに行って、で、受け継ぎし魂を使っ、サーチしてきて、で、まず、これアルティメットフュージョンだったんよ。これ、まあ理由としては、これさ、これ、まず、一発目のデュエルだったんだよね。で、マジカライズフュージョン打ったんだけど、このさ、ダブルキャスターってさ、効果モンスター以外のモンスターかける2だったから、これ霊竜が一応通常モンスターとして墓地で扱うっていうことにはなってるんだけど、最低どうなるかちょっと怖くてさ、もう普通受け継ぎし魂から打ってでよかったんだけど、まぁ、ちょっと今回はこっち側から入りました。まぁ、向こうへとなったんだけど、結果としては変わらないのであまり気にしないでください。で、受け継ぎし魂使ってここを潰しに行き、場面としてはブルーエイズ出てきた。で、マジカライズフュージョン打てば、はい、ここでアルティメットドラゴンとレイリーを飛ばして、ダブルキャスターを出していく。で、こいつ4500打点で、顔面殴って勝ちです。マジでこれだけ。はい。もう頑張って後ろのカード剥がしましょうって感じ。まあ、一応、これだけなんだけど、一番最後に持ってきたリプレイだったかなに関しては、あいつ相手。オルターガイスト。オルターガイストがしっかり妨害構えてくれるところを踏み越えていく。みたいなところとかをちょっと話しているんで、よかったらそちらも見ていただければ嬉しいなと思います。で、ちょっと箸休め的な感じで、もしかしたら知らない人もいるかなというふうに思うので、このクルーガーのあのブルーアイズの処理の仕方に対してちょっと話していきたいと思います。ちなみにクルーガーは月の書引いてるかどうかっていうのがめちゃくちゃ大事ですね。で、ここ別に超優遇だとしても関係ないです。超優遇だとしても、超優遇だったら聖杯捨てて霊竜出してってやってるんで、どっちでも一緒です。オルターティブでまず後ろ潰すじゃん。で、受け継ぎし魂打ってここ打つんだけど、この時にさ、月の書打つんだよね。このチェーン月の書って非常に大事だから覚えておいてほしい。あの、クルーガーっていうのは、表側表示のこのカードが離れたら、ネオスワイズマン出せるんだけど、裏守備にしちゃえば出せないので。なんで、チェーンで今みたいな感じで使うと非常に強い。で、アルティメットドラゴン取ってきて、で、ここで、アルティメットドラゴン出します。なんでこういう使い方するかっていうと、この受け継ぎし魂っていうのは、打ったら、あれなんですよね。なんだっけ。受け継ぎし魂を打ったら、1体しか殴れないんですよ。なんで、まあここで3体目のアルティメット出すか、もしくは受け継ぎし魂でカオスソルジャー出しといて、カオスソルジャーとアルティメットドラゴンで、こいつ、マスターオブドラゴンナイト出すか。まあマスターオブドラゴンナイトの方がいいかな、本当は。というふうに思います。まあでも今回はちょっとアルティメットドラゴン出したかったんで出しました。で、最後の試合ですね。ちょっとこれはみんなもあの考えながらというか、一緒にあどうやってこの盤面あの飛び越えていこうみたいなところとかを見ながらですね、やっていただければ嬉しいなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ではですね、よし、ハンドこんな感じでーす。俺ちなみに終わらない罠地獄のオルターガイスとか一番好きだわ。後続のこと考えたら。で、リンクに出てくる。で、まあマルチフェイカーサーチされる。で、ここ2枚じゃん。で、俺まずビンゴマシンから打ったんよ。俺まずビンゴマシン何サーチするかってところなんだけど、よいしょ。これはオルタナ、アルティメットフュージョン、アルティメットフュージョンします。こうすることで、どれ引いても必ずなんか1枚貫通する札になるんだよね。だから俺アルティメットフュージョン2枚入れてるよ。アルティメットフュージョン取ってきて、ドラゴン目覚めの旋律、ブルーアイズ捨てて、ブルーアイズとオルタナ出します。で、オルタナから入ります。これは。ブルーアイズが手札に1枚しか
いないので、これレイリュー出したからってレイリューサクリファイスエスケープできなくなっちゃうじゃん。やし結局ここ2枚しか妨害ないんで、そこの2枚を飛ばしに行ければいいので、ここオルタナに効果 1枚後ろ使ってくれるんであれば、もう1枚残った方レイリューで抜いたらいいから、これでいいかなって感じで、オルタナでリンクリ潰して、でレイリューで1枚踏みに行って、じゃあスプーフィングでしたね。でクッティエリーになってきます。一応ここアルティメットフュージョン打てば、ここは潰すことができる。あのアルティメットフュージョン、あさっきのスプーフィンが潰すことができる。アルティメットフュージョンは、融合するときに場のブルーアイズを素材にした場合、1枚表側表示のカード破壊できるんで、まあ今回は1枚しかいないから2枚ブルーアイズいたら2枚破壊できるんだけど、スプーフィング割れるんだけど、あ別に悪いもそんなないかなと思って、マルチフェイカーからこうやって出てくる。で、受け継ぎし魂取ってきて、先に輪儀作ります。で、先に輪儀作って、これを潰しに行きます。はい。で、ブルーアイズ出します。で、ここ後ろ潰しに行ってから、マジカライズフュージョンで、よし、ダブルキャスター出して GG って感じだね。相手は結構分岐点あったから、一応相手も生き残る手段はあったかな。まあ、2体並んだ時にリングケアで、まあなんか使ってくるとか、そういうのもいいかなっていうふうに思います。そうすると、俺はリングまでたどり着かなかったんで、融合召喚するときにレベル10とかなんでね、どうしても。なんで、相手からしたら、まあディノミスクスを先に打つっていう選択肢も一応あったかなと思います。まあなかなかでもクンティエリ切ってっていうのも難しいと思うし、うん、接着取るのって難しいよね。はい。まあ、オルターガイストは結構強いと思うんですけど、ブルーアイズは割かし強く出れると思うので、個人的には好きです。はい。というわけでいかがだったでしょうか。今日は、ダブルキャスターはね、いいカードだなと思ったんで紹介させていただきました。参考になればぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。